タラタン。はい、ただいま。ワード2。メリークリスマス。2017年12月の24日、クリスマスイブでございます。23時27分です。よろしくです。ワード2。初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローしてってください。おい、そうそう、お疲れ。なんでそのアングルからなの？なんで下から撮ったの？それ、じわるんだけど、俺、そうその。なんで下から撮ったの？そうそう、なんかそれ、ちょっと面白いんだよな。なんか、写真の加工の色合いがちょっと変わったりとか。うん、まあ、かっこいいんだけど。かっこいいんだけどちょっとじわるんだよ、うん、お疲れ、うん、なんかさ、そのシルバーの中で俺はそのいろんなものを詰め込んでていろんなものをこう首に下げるんだけど、もう完璧にこの作りたいものが見えてきて、またちょっとテコ入れしようと思ってるの。またもう一個アイデアが生まれちゃって、でもう一個生まれたんだけど、それ技術的にもう一個が分かんないのよ。なんかね、すっごいおしゃれなのできる。おしゃれだけどね、なんかいいわ、シルバー夢あるわ。なんか人間は夢がないとダメだな、本当に。ここ最近ね、どうしようかなーって、なんかその退屈になってきたなーっていうところでさ、 X さんからさ、こうワクワクすることもらったから、なんか楽しくなってきたね、人生が。またなんか新しいドラマ始まりそうだなーと思って、あのね、それちょっと考えた。釈迦の文鳥の羽のデザイン考えたんだけど、それね、実は最初の初期のプロットはあったんだけど、ちょっと変えようかなと思ってて。っていうのも、羽を作るのってすごい表現難しくて。で、俺らしくその羽を作った方がいいなと思って、できることでかっこよく。俺が多分その五郎さんの羽には勝てないわけよ。だから、その、なんて言うんだろうな。自分らしく、その、うまくその、彫金の世界の人を勝負しちゃダメだと思ってて。そこはね、羽実はアイデアあったんだよね。だけど、その羽って難しいしなとかも思ってて。まあ、X さんに羽作ってくださいよって言ったらそれで終わっちゃうんだけど、それだとやっぱリスナーに対する裏切りだし、でもいいものができそうね。うん。そう。ワドウィングを作ればいい、ワドウィングを。うん。羽な。鳥の羽ってさ、すごい綺麗なんだよ。鳥飼うとわかるんだけど、すごいんだよ鳥って。多分さ、その立体的に空間を捉えてるんだよね。やっぱり俺ら地を這う生物だから平面的に捉えるのよ。でもね、やっぱりね、釈迦とかそのペコとか見てるとさ、
その縦の空間を持ってるっていうのはすげえいいなーって、飛んでて。特によペコはね、横を風を切っていくのが得意なの。旋回するのがすごい速いの。釈迦は縦に飛ぶんだけど、人やっぱ個体によって癖があるの、その飛び方の。それも面白いし、また今ペコがね、大人になってきて可愛いんだわ、やんちゃで。そうで、のんちゃんが甘やかすから全然もうなんか全然言うこと聞かないし まあ、甘やかして育てた、もう不良みたいになっちゃってて。イケメンの不良みたいになったよ。頭悪いんだよ、ペコは、釈迦と違って。でも可愛いんだよ。歌が上手でさ、やんちゃのイケメンで。うん。はい、どうもどうも。お疲れっす。ペコ好きだわ。ちょっとね、シナモン文鳥っていうさ、個体なんだけど、ちょっと珍しい羽が生えてんだよね。仕上げは X 面？仕上げっていうか、なんて言うんだろうな。原型は俺が作る。ワックスっていうの、今やってる作業なんだけど、ただ、やっててわかるのが、もう明らかに仕上げっていうかね、そう難しいんだけど、もう、X さんが持ってる技術で、これ俺30年やっても無理だわって分かってるものがあるの。30歳から始めて、ここまで30年やっても無理だわっていうのが。だから、なんていうのかな。みんなに届けるのは、やっぱりちゃんと売られててもおかしくないってものを届けたいのね。要は、手作り感を出したくないの、俺の中では。あくまで製品に落とし込みたいから、そうだね。最終的な仕上げは X 面さんにやってもらうんだけど、やってもらうけど、できるところまではやる。ちゃんと。妥協はしない。ただもう、明らかに無理なことはやらない。最終的な研ぎの仕上げとかさ、金属とどう向き合うかって、もう金属との会話の世界に入ってくるのよ。ワックスだけでもすごい世界の。もちろん見守るし、全部の工程を。もちろん全部、勉強もするし、カメラも回したりとかできることはやるけど、やっぱりなんつうんだろう。俺は銀の世界を極めようっていうわけじゃなくて、役割っていうのがあると思ってるから。持ちは持ち屋でさ、せっかく X さんがいるのに、X さんの技術を全く一切介入しないっていうのは逆にバカだと思ってる、俺は。頼れる人がいるのに頼らないっていうのは逆に傲慢だから、俺は X さん頼ろうと思ってる。そこはなんかダッサい傷とかってあるのよ。やっと分かるようになったんだけど、持ってて違和感持ってるのこれだったんだっていう。要はね、ナイフの粗さなんだよね、そこは。要はね、刃の角度と刃の力を均一入れたら、スーって日本刀みたいに切れるの、カッターでも。でも俺もそれを毎回意識してるんだけど、どうしても力と角度を間違えちゃうと刃が跳ねるのよ、ワックスを。こうピンピンって跳ねた瞬間に、なんつうんだろう。こうね、汚い傷ができるのね。そこを最後仕上げるんだけど、もちろんやるけど、チェックしてもらって、ここできなかったっすっていう、曲面みたいなのがあるのよ。入り込んじゃってるって、刃が、こう、裏まで。そういうのはやってもらおうと思ってる。表面の、仕上げも自分でやるけど。どうしても技術的にね、例えばくり抜くじゃん。そうさ、1ミリどころじゃなくて0.01ミリとかの穴。で、穴のギザギザとか嫌じゃん。こう、近くで見たときに、穴のギザギザ。そこを整えたりとかは、俺にはできない。そう。そんな感じかな。ヤノラッキーいらっしゃい。ショップ構えてえな。
いずれは。石野と福屋やりてえな。もしくは石野の福屋に置かせてもらうでもどっちでもイコールなんだけど、俺の中ではなんか石野が福屋やりてえっつってたから、なんかこうやりてえな石野と。俺がね力あってね金持ってればねやろうよっつってできるんだけどね、ここをどうやって具現化するか、この持ってない男が持ってる男になるための過程が面白いんだよね。どうやってやろうかな。石野がねおじいさんになったら俺味あると思うんだよ。もう今若いからさ許せねえっていう部分あるじゃん。俺も石野も許されないっつうかさ、こんなふざけた生き方ねえよって言われてさ、でもおじいさんになってああやって尖ってる頑固者みたいなのがショップの店員でポンっていたりとかオーナーでいたらなんかねかっこいい気がすんだよね。でたらめな生き方ってあるじゃん。ほんとでたらめだもんなあいつの生き方も。よくあんなでたらめで30歳まで生きてるよな。あいつはすごいよ。曲げないもん。ホームレスになっても曲げないってすげえよ。強え、あいつは。心が強え。日本人でさ、20代でさ、本当に段ボール生活ガチでやってさ、折れねえんだもん。働かねえっつって。狂気を感じるよ。働けよっていう。俺も人に働けとか言う身分じゃないけど、さすがに働った方が楽なんじゃねえのって言ったもんな。すげえよな。俺は働いたもんな。折れたもんな。そうそう、気を使い合ってるっていうかね、なんかリスペクトがあるんだよね。なんかいや俺は働いた人間だから今は仕方ねえみたいな、今耐えるべきだみたいな感じだったの俺は。うん、働きたくねえけど今は働かなきゃみたいな、うん、もう試練だって考えるんだけど、あいつは試練ふざけんな、神なんかいねえよみたいな。働かねえんだよつって、食えなくても電波がなくても助けてくれて家にあっても、もう気難しい猫だよ。だって浅井さんに世話になっても浅井さんね、ババアふざけんじゃねえつって出てくやつでしょな。あれはできねえもんな。すげえやつだよな本当に。俺もさすがにポジティブな方だけど、さすがに言えねえ時は参ったと思ったもん。言えねえのはきついかんな真冬で。いやだから谷さんには本当感謝だよな。俺が谷さんに何できるかっつったら何もできねえけど、あの気難しい男を笑顔にしてるからな、すごいよ。なんかすごい。だからなんか幸せそうだってみんな言うもん、石野のこと。まあなんかあいつとは別にビタビタにくっつかなくてもなんか繋がってたいな一生。うん、なんか別に毎日一緒にいたいとか一週間に一回は遊ぼうとかそういうのはないけど、なんかあいつがどうなっていくのかも気になるし、成功してほしいなっていうか。ああ、ありがとう、クーさん。頑張って。事務作業。年末だから忙しいんだろうね。働く男はかっこいいよ。クーさん、メリークリスマス。そうそう。なんか、あいつは報われてもいいんじゃねえかなっていう。なんか谷さん面白いね。いやだから会うべくして会ったんだろうなあいつも。いやー面白い本当に。谷さんもぶっ飛んでるよな本当に。
いやでもぶっ飛んでないとあいつのことは理解できないよ。普通じゃないんだもん。うん。ただ羨ましいよな。俺が旅配信やめるわってちゃんと言ってんのにさ、叩かれないのにさ、あいつも日本全国回るんだっつってて、過疎だから叩かれねえんだよ、あいつ。まあ、羨ましいよね。俺なんかさ、未だに言われるんだぜ。ちゃんとやりませんって言ってんのにさ、嫌気がさしたから旅配信やめたっつってんのにさ、やめたっつってんだろって未だに言われるんだ。旅まだやってんですかって、バカ野郎って放送見てないやつに説明する義理なんかねえよっつってさ、あいつ日本全国回るんだって同じこと言ってもさ、叩かれねえもんな。ふざけんじゃねえよ。もっと叩けいいしの。旅どうしたんだよっつって。同じ苦しみ味わえよ、本当に。わあ、ユアさん、トナカイありがとう。メリークリスマース。ユアさん、ありがとうね。ありがとう、トナカイ。サンキュー。クリスマスって何の日なんだ、ちなみに。キリストが処刑された日？誕生日どっちだ？キリストが？のんちゃん、クリスマスって何？要は殺された日が今日ってこと？おお、モツさん、メリクリー飲んでるよ。今、もう結構飲んでるぞ。ストレートでもう半分いってるね。うん、まあ、この辺までは開けてたけど、誕生日だよね。復活の日？誕生日だったよ。おお。誕生日か。処刑された日？どっちなんだろう。意味合い変わってくるよね。処刑された日とか復活された日にさ、なんかカップルがエッチしてるっておかしいもんね。もっとなんか日本だったらさ、なんかもうもっとなんかこうキリストを悔やまれるみたいな感じじゃないの？誕生日か。まあ、じゃあわかるわ。おい、イエス・キリストってどんなやつだったのか話してみたいよね。俺マジでブッダとキリストは対談したかった。本当にもう対談したい今。和道かけるブッダ 対談番組で どんなやつだったんだろうね、キリストって。ブッダとか超気になるよ。織田信長とかさ、織田信長と対談したいもんね。あ、生まれた日ちゃう。まあまあ、でも一般的には生まれた日とされてるんだ。うん、キリストってどんなやつだったんだろうな。だってさ、2000年間語り継がれるってすごいよ。ブッダだったら3000年ぐらい？想像できる？自分の生き方とか思想だよ、ただの。やってきたことが、インターネットもなかった時代に2000年間語り継がれるって。セイントお兄さん面白いね。ギャグ漫画ね。あるよ。ヘビーにはあんま読まなかったけど、ちょっとその宗教ネタをハッピーな感じでネタに変えてんのね。あんまりその宗教、俺みたいにそのバカにするところはなくて。セイントお兄さんはどちらかというと、ちょっとシュールな感じで、穏やかに笑いを取る感じで、すごいいい漫画だよね。天文学的に星の方向が違うらしい。星の方向が違う？何の話してんの？お月様はオムライスなのかい？ 何の話だい？キリストの話が？天文学的に？星の方向？ ケビーモツさん。 でもね、俺はね、キリストってめちゃめちゃいいやつだったと思うよ。生まれるよって教えた星がある。ほー。おー。来たんじゃないの？宇宙から。来たんじゃないの？宇宙人。いや、あるんだよ、宇宙人説、キリスト。あるんだよ。やっぱりな。
やっぱりな。あ、のんちゃんそっち信じる？俺もね、あると思うんだよね。いや、俺は、つながれるやつだと思ってる。浅井さんの言う光と一緒で、人間として生まれてるんだけど、宇宙と接続したやつだと思ってるの、俺は。キリストとか。要は、啓示、神から啓示を受けたっていうじゃん。俺、そうだと思うんだよね。鶏サイボール美味しいよね、結構ね。ノマイズさん、KB。だから、ピラミッドとかって、そういう、その通信する装置でしょ。だ、瞑想だと思うの、俺は、それは。チャンネル合わせるのは、第六感の。だから、ヨガとか、祈りとか、なんかあるんだと思う、シャーマン。アダムとイブは何なの？アダムとイブの話、聖書に出てくるよ。アダムとイブ、例えばその、まず最初に、神様っていうのが人間、自分の体にして、人っていうのを作るんだけど、アダムっていうのを作る。最初人間、アダムね。で、アダム一人だとかわいそうだからっつって、アダムの、肋骨を抜くのかな？一本。で、コピーを作る。要は DNA でイブを作るんだよ。アダムとイブを作る。で、神様に、もう可愛いペットなの、簡単に言うと。で、エデンっていうところで、楽園で過ごすと。もう食べ物もない、自由。でも、その、要は可愛い可愛い存在だった、アダムとイブは。だけど、神様から一つだけ約束をされた。あそこにある実を食べちゃダメだよって。それ禁断の実なんだけど、知恵の実っていうやつの。でも悪魔の蛇にそそのかれて、悪魔の化身なんだけど。で、その知恵の実食べようよっつって食べちゃうの、アダムとイブが。その時に知恵の実を食べたから、そう、自我が芽生えて、恥ずかしくなって、イチジクで、その、イチジクの葉っぱで、その、おっぱいとかを隠す。要は服の始まりになるのね。だから、そう、最初の人間の神話の話だね。で、それが現在。要は、一番最初の神様との約束を破った現在っていう考え方を。原始的な罪。人間が罪。だから、エデンを追われて、地上に降り立つんだけど、そのアダムとイブは。だから、働かないと食えないっていうのが始まるの。だから、そう、働くことっていうのは罪滅ぼしなの。神様との罪滅ぼしだっていう西洋的な考え方があるの。その、ベツレヘルムの星の方向に、天文学的には12月25日じゃない。ほう、面白いね。だから、その西洋人の考え方は、その働くっていうことは、その神様から与えられた罰。その代わり、頑張って働いたら食料をもらえるって考え方なのよ。いや、木の管理を、要は木に生命があるって考えるんじゃなくて、木を管理する。ことによって神様から果実をいただくとか、牛さんを育てるっていうのは神様から与えられた罰なの。で、それをやるから牛肉を食べられる。だから、食べ物を食べるとき、日本人は命をいただきますって言うんだけど、西洋人は食べるときに、神様ありがとうって、天に増します、我らの父よって。要は神から仕事を与えられたから、神様に報告をするの。感謝をするの。あ、そう。バベルの塔の話もあって。で、その、いろんな考え方があるんだけど、その、また禁忌を犯すんだよ、人類は。で、バベルの塔ってよく、ね、漫画とかにも出てくるけど、塔を建設する。要は、すんごい高い、キャッスルだよね。塔だよね。でっかい、その、天まで届く塔を作っていくんだけど、神の怒りに触れるんですよ。そう。要は、神に近づこうとしてるから。で、その天災が起こるんだけど、バベルの塔が崩れるときに、要は人間が、全人類は同じ言語を使ってたんだけど、要はバベルの塔とかを建設できないように、言語が分かれたのは神からの罰なの。そう、俺らが多言語を使ってるっていうの、西洋人は神様が罰を与えたって考える。面白いでしょ？その、ロマンチックだよね。服を着るっていうか、そう、イチジクの葉で、陰部を隠して恥ずかしいっつって。それが服の始まりって言われてる。そのアダムとイブが、その現在の時に知恵を得たから、お互いの恥ずかしいって。そう。旧約聖書読んだの。旧約聖書っていうか、聖書ここにあるよ。俺の、ほら、俺の聖書はあれだけどね。買ったものじゃなくて、キューちゃん牧師と、なんだっけ、これは。なんだっけ、エホバの証人さんからもらったりするじゃん。だから、俺好きなんだよ、聖書。だ、こういう簡単な冊子とかもらったりとか、こういうのを読んで、なんつうの。だから面白いんだよ、その、カインとアベルの話とかさ。要はね、神話だよ、旧約聖書は。モーセの十戒とかさ。ライト赤くなった。 そう。いろんなのがある。
宗教は面白い。いろんな意味があるっていうか、西洋人の世界観を理解できるよね。その西洋人はなぜこう考えるのかっていう、すごく面白い。だから暦がさ、なんか2月だけ28日なのとかって、あれ全部意味があるのね。そう、あとね、暦ってずれてくんだけど、どんどん王様とかがね、勝手に俺の誕生日だからこっちに足せとか引けとかやって、どん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 ずれてくの。要は暦をやっぱり権威だから、一生続くものって分かってるから、権力者は、昔の人はね。だから一生涯使われるもんだろう、名前を残したがるのよ。カインがアベルを殺したのが最初の殺人。そう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 、そういうなんかこう物語になって、多分ね、ギリシャ神話とかその原宗教から受け継いでるんだろうけど、実際そのノアの箱舟っていうのは旧約聖書に出てくるけど、実際あの時大津波があったと言われてんのよ、地殻を見ると。だからそれの名残でそれを物語化したのよ。天使創造って映画見たらいいですよ。旧約聖書の映画です。はい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 。あ、パッションとかね、いろんな映画あるからね。だからそのでもそのちょっと危ないのが、あのその例えばさ、ブッダが生まれた時に脇から生まれたとか腹から生まれて、何歩歩いて天上天下唯我独尊とかあるじゃん。あれは嘘なのよ。キリストが復活したかしてないかってさ、嘘なの。モーゼが海割ったかって嘘なの。そうじゃなくて、これね、例えば日本の神話で言ったらヤマタノオロチって言って、胴体があって8個の首が流れたらバランス取れないのよ。っていうように、そんなこれね、それを研究してる学者さんがいて、それあれだよ、宗教の人怒らないでよ、本当にヤマタノオロチいたとか、キリスト復活したって言われても、俺はそう考えてるって話だから。これ受け取り方なんだけど、文字の時とか言葉の時って、文字って一部の人しか読めなかったの。だから頭のいい人がその文字を読めなかった人に言葉で伝えたので、映像がなかったじゃん、こういう風にラジオとか、だから口頭で伝えていく時に、ヤマタノオロチというのは恐ろしい蛇である、なんと8つの頭、蛇の頭を持ち、みたいな、そういうことだったと思うの。要は講伝するときに印象を与えるために、物語としてインパクトを残すために、その持っていったの。要はうなちゃんマンの話法だと思うのよ。でそれはそれとして受け入れていかないといけないと思うの。それをマジでやっちゃうと、あのキリスト教の中でも、アメリカ人の中で、その原理主義って、もともとほらイスラム原理教、原理主義っていう言葉あるでしょ。あれ原理主義っていう言葉ってキリスト教から来てるのよ、もともとを言うと。でそのなんだっけ、11種だっけ、そう、未だにそのカーボーイハットでさ、電気を使わない生活をしてる人とか、それがいいとか悪いとかいうディスの話じゃなくて、その例えばその進化論を認めてないから、インテリジェントデザイン説っていうのとかがあったりとか、ダーウィンの進化論を教えてないの。ダーウィンの進化論を公立の学校で教えてるから、公立の学校行かせないとか、原理主義のキリスト教だと、いろんな問題があるのね。そう、だからそこはその宗教にのめり込むんじゃなくて、もちろん信じてもいい、のめり込んでもいいけれども、俺はその一歩引いて、その学問として捉えた方が、俺は宗教は面白いと思ってる、俺自身はね。ヤマタノオロチの話は、古代日本にいた、鉄鉄民族を滅ぼした話じゃなかったっけ。あ、わかんねえや、その辺は。アーミッシュだ、ありがとう。獣医師じゃない、アーミッシュだ。そう、そう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 、いろんな生き方があるから否定をするつもりはないんだけど、そのあ、でもね、ダーウィンの進化論っていうのが深いんだよ。ダーウィンって人間は猿から進化したって言ってないんだよ。だからキリスト教原理主義の人が言ってるあれは嘘だっていうのも一理あるの。だから日本の教え方もダメなんだよ。ダーウィンは言ったのは、進化っていうのはあるだろうとね。進化っていうのはあるの、実際で。動物から見ても化石とか発掘されて、明らかにその古代の鳥とかさ、サトリちゃんありがとう、アイテムありがとう、いいね、ありがとうね、パフェ、うん、ある、進化はしてると。それを世界中を旅して、ガラパゴス諸島っていうところでそのものを発見する。ガラパゴス諸島っていうのは、その人が住んでない島だったから、そのトカゲ一匹でも、海にいるトカゲ、陸にいるトカゲ、海と陸にいるトカゲ同じ種だっていうのを見つけたのよ、っていうような、その進化の過程が残ってたの、昔の閉ざされた島だったから。だから日本がガラパゴスかって言われてるのは、要は閉じられた空間で独自の発展をするから面白いことが起こるよっていう意味合いでもあるし、
そういう意味なんだけど、ガラパゴス化っていうのは。ガラパゴス諸島進化論。で、その時に、おそらく人間は猿から進化したんだろうっていうところにたどり着いた。ただ、ダーウィンが言ってるのは、何か訳がわからないこと、進化が爆発的に起きてるって言ってるの。だから、ダーウィン自身も人間には僕の進化論が当てはまらないから、不思議だよね。あと、後世の人頼むねっていう話が本来のダーウィンの進化論なの。人間は猿から来ました、確定ですって話じゃないのよ。おそらく来てるんであろうけれども、爆発的になぜか急激に知能が上がってると。これがわからんって話なの。猿から人へみたいな大進化。そう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 。だからそこも教えて初めてのダーウィンの進化論なのに。そうそうなんだよ。ダーウィンの進化論で猿から人間になりましたっていう話だと誤解するように教えちゃってんの。ダーウィンはそう言ってないの。あと、そういうのって日本めちゃめちゃ多くて、トーマス・エジソンの話をよくするんですよ、僕。それって今考えたんだろう、お前。まあいいや。俺がもし、この話をこのノリで、このスピードで創作していって、こんな嘘つけるんだったら、俺天才だと思うわ、ペロさん。俺が、ね、このスピードで喋ってて、この妄想力を言語化できて、こんなになんかファンタジックなことができるんだったら、俺天才だわ。作家になれる。俺多分キリストになれると思うよ。そんなに頭良くないから、ペロさん。ちょっとツッコミ面白かったね。電波系すぎるぞ。そういう放送が見たい？そういう電波系の放送が見たいのはどれの深夜食堂行ってください。電波の話がいっぱい聞けるんで。そうそうそう。人間は宇宙から来た。真実味を帯びてきた。宇宙から来たっていうかね、俺の予想なんだけど、人類が何か危機的な隕石が3年後に来るっていうタイムラグがあったら、多分人間が宇宙に行っても死ぬっていうの分かってるから、俺はなんか、DNA かなんか拡散させるウイルスみたいな宇宙にばらまいた方が効率いいと思うの。要はね、宇宙人が多分昔それをやったんじゃないかって思ってんの。要は、猿に偶然何かに付着して適合する DNA があったら、そこに入り込んで急激に進化するプログラムみたいな。要は DNA の何かみたいな、ウイルス的なものを隕石とかにまぶしてぶつけるみたいな。そういうので、たまたま猿に符合してバンって上がった。もしくは宇宙人が来て、ちょっとそれは俺は現実的ではないと思うんだけど、宇宙人が介入したっていう説だよね。要は神の介入と言ってもいいけど。そう。だからそこはわからないよ。それは科学者が必死になってやってることだから。だけど、本当に宇宙から来たっていうか、まあ、もともと宇宙に住んでるんだけどね。いや、違うの。それがね、俺、もし人類が滅ぶとしたら、ワドをどうやって人類を映像させるっていう質問をされた時に、すげえ面白いリスナーさんだと思って、ニコ生の時に、10分ぐらい本当にシミュレートしたの。で、現実的なのは、俺だったら、何かしらの種とかウイルス、要はノアの箱舟って俺、それだったんだと思うの。ノアの箱舟、それだったんだよ。だからばらまいて、要は他の星の何か有機生命に付着したら、人類のコピーができるような種を残すんじゃないかっていう。アトランティス文明っていうかあるでしょ。要は中国の、俺はね、歴史で教わってるの嘘だと思ってきた、最近。要はね、西暦から始まったりとかさ、中国4000年って言ってるけど、もっと前からあったよ、多分。あったと思う。ほら、あれがそうじゃん。今、大パーツで唯一本物だって言われてる天文の歯車のやつがあるじゃん。なんつったっけ？唯一本物の大パーツ。最後に宇宙に帰るんだ。でも、エヴァンゲリオンってそういう話だからな。もともと使徒っていうのが地球に住んでた生命で、黒き月っていうのにアダムとイブが乗っかってきて侵略したって話だからね。エジプトで残ってる資料を見ると、古代人が見た神は宇宙人だったのでは。ノアの箱舟。あ、俺もそれはあると思ってる。それは全然あると思ってる。っていうか、そういうふうに考えた方がいい。西洋絵画に結構UFO が乗ってたりとかあるんだよね。ムー大陸とかでしょ？そう、大陸の話は沖縄の地下に埋まってるんですよ。
沖縄で地下遺跡とかで検索したらダイバーのスポットになってるんだけど、明らかに人工物なの。沖縄のダイバーの名スポットになってるんだけど、あれまだ謎解けてないのよ。Google で検索してごらん、今。沖縄海、あ、沖縄ダイビング遺跡とかで。さっきのダーウィンの進化論、不可思議じゃないからね。本当のことなんだね。で、まあ、さっきペロさんが突っ込んじゃってさ、まあ面白かったからいいんだけど、もう一個ある。日本人の、そう、さっきの話脱線しちゃったから戻すんだけど、トーマス・エジソンって99%の努力と1%のね、ひらめきって言ったんか。日本語だとこう教わってるはずの。で、これ日本人だったらどういうふうに教わるかっていうと、99%努力したからエジソンみたいになれたんですよ。1%の才能だけなんですっていうさ、比重を教えるでしょ。言ってることわかる？1%だけなんだ、天才性っていうのは。だから99%努力したらエジソンみたいになれますよって教えてるでしょ。みんな多分そういうニュアンスで教わったと思うの。トーマス・エジソンの言葉って。99%の努力と1%をひらめき。あ、なるほど。99%努力が必要なんだって教わったっていうか、そういう印象でしょ？これダーウィンの進化論と一緒で、エジソンが言いたいことをねじ曲げられてんの。エジソンが本来言ったことって、99%の努力と1%の霊感って言ったの。本来は。で、エジソンが言いたかった本当の意味合いで、西洋人がちゃんと教わってるのは、努力するのは当たり前でしょっていう。99%努力。そうじゃなくて、天才になったり発明をするのは、この1%の霊感を持ってるやつだけが天才になれるんだっていう意味合いで言ったの。言ってる意味わかる？努力なんて当たり前。で、霊感を持ってないとダメなんだって言ったの。要は、フォースとか、念とか、気とか、霊力とか、超能力的な意味合いで言ってんの。霊的なパワーみたいな。要はスピリチュアルのことを言ってんのよ、彼は。だから、努力なんて当たり前で、さらに努力のうちに1%の光るものを持ってるやつだけが天才になれるんだって話なんだよ、あれ。全然意味違うじゃん、それ日本人の解釈と。努力したらエジソンになれるって話じゃないのよ。そう。宇宙人はまあ神だろうね。まあその宇宙人が今現存してるかっていうと、俺はそうでもないと思ってる。なんでかっていうと、宇宙人も暇じゃないはずなの。で、他の星にも行ってるはずだし、まあたまに来るんだろうけど、そんな構ってらんないでしょ。自分たちのこともあるから。ずーっと地球見るわけがないのよ。俺が宇宙人だったら。もっとその危機的な状況でもっといろんな星にいろんなことやってるから、たまに見に行こうぜみたいな。1000年後回って、ちょっと報告ちょうだいみたいな。スーパーエリートなんだよ、多分。宇宙人の宇宙船に乗ってるやつらは。だから、宇宙人を召喚しても来ないと思ってるね。たまたま隕石とかに、俺は隕石だと思ってる。だから、実は NASA 発表してないけど、あ、NASA、すごい、隕石とんでもないスピードで来たの知ってる？みんな知ってる？最近だよ。1ヶ月ぐらい前、円盤つうか、すっごい長い隕石がすっごいスピードで飛んできて、地球滅亡しかけたんだよ。で、とんでもない周期で抜けてったんだよ。で、あれ、宇宙船だって言われてんだよ。で、NASA が公開3日後に渋ったの。だから、ってもしかしたら3日前に地球滅亡してた可能性あったんだよ。とんでもないスピードですれ違ったの、地球を。もしぶつかってたりかすってたりしたら地球滅亡してたんだよ。そんなことあったんだよ。多分最近だからネットに情報載ってると思うよ。でも NASA がなぜ3日後に遅らせて報告したのかとか、その後の情報データ開示してないの。タイムトラベラーは俺はないと思ってるね。俺はね、実はね、タイムトラベルはありえないっていうのが俺の考え方。タイムトラベルはありえない。いや、危ないどころないよ、本当に。
古代文明の風体制なかった宇宙に脱出説。俺でもね、俺ね、これね、真面目な話なんだけど、俺はみんなごめんね、死ぬ方を選ぶから。多分ね、そろそろ永遠の命できるよ。俺の予想だと。もう、次の世代か、次の次の世代か、俺らの世代でもしかしたら永遠の命手に入るかもしれないと思ってんの。ギリギリ年寄りになったら。俺は悪いけど死ぬ方を選ぶから。逆にかっこいい方を選ぶから。逆張りするから。みんなは永遠の命の方を選ぶのかわかんないけど、結構マジな話、それはあると思ってるよ。そろそろ人工知能なのか擬態化なのか、蘇生なのかわからないけど、そろそろもう来てるなっていう予感はする。なんとなく。でも俺は死ぬ方を選ぶ。その代わり一生懸命生きようと思ってる。ごめんねっていう話だよね。みんなは生き残ってはどうって。逆に死ぬんだって。俺らワド忘れないぜって。みんな永遠の命手に入れるんでしょ？欲しいんでしょ？いや、普及されると思うよ。カルマがあるとしたら人間の苦しみは理解できるな。俺はだから、カルマがあるとしたら人間の苦しみは理解できる。だから、永遠性であったりとか、俺は死は救いだと思ってるから。ペコがいい声で泣いた。なんかあんまり、永遠に生きたいとか、永遠に若くいたいとかないな。なんかかっこいいじいさんになりたいね。で、かっこいい若者に最後託したいかな、なんか。なんか、50代とか60代でかっこいい少年見つけて、なんかちょっと、その可能性を信じて死にたいかな。おい、ウブロ、こんばんは。俺はそんな感じかな。かっこいいやつ見つけたいね。のんちゃん、ガンダムみたいな足が欲しい。え？ガンダムみたいな足。ね、ガンダムみたいな足欲しいの？なんで？いくら歩いても足が痛くならないように。足痛いからね、のんちゃんね。ガンダムみたいな足がいいの？そっか。でも、のんちゃんの体にガンダムみたいな足ついたら、ずんぐりむっくりで、なんか変なことになっちゃうよ。シュッとしたのがいいんじゃない？のんちゃんね、ちっちゃいからね。のんちゃん、ガンダムみたいな足、ちょっとアマゾンでポチってください。ギフトで。のんちゃんに足が痛く、のんちゃん足病気なんだよ。あんまり運動できないのね。そう。だからもし、ガンダムみたいな足くれる人いたら、お願いします。ギフトで届けてください。さっきの隕石は今年の1月に地球すれすれで通過して、それがまた再通過したって、今のところどうすることもできないし、どうすることもできないんだよね。いやいや、石野はだから俺は同期だと思ってるから、長い目で見たら。だから、もっと若い石野みたいな、20代とか10代の、なんか石野みたいなのを見つけたら、まあ死ぬ前にそいつと、なんかこう、俺が経験した60年とかをさ、こう、伝授したいよね。1年間とか。数式ではタイムマシン成功。そのタイムマシン、ほら、量子テレポーテーションとかじゃないの？それって。それと、現実、俺らが思ってるタイムマシンではちょっと違うよ。多分、それ、量子テレポーテーションの話じゃない。なんかさ、物理学とかの話を間違って、文系の人が理解したりとか、オカルト好きな人が理解して、間違った解釈をする人って結構いるんだよ。まあ俺もその派なんだけど、俺もバカだから分かんないから、シュレディンガーの猫であったりとか、
なんだっけ、素粒子のさ、飛散しちゃうっていう、なんだっけ、二重スリット実験かの意味って、あれ、全然違うらしいよ。俺らが思ってる二重スリット実験の意味合いと解釈と、数学者とか物理学者が言ってる二重スリット実験の解釈違うみたいなスレッドがすげえ面白かったんだよね。あれは、数学宇宙とか物理学世界の中の矛盾が面白いよねっていう物理学者の例えを文系の人間が間違って解釈しちゃってるらしいの。いや、それは、それも、そういうことなんだと思う。要は光を超えられないっていう話の一つだと思ってて。理論上ではそうなるけど、物質を持ってるものが光を超えてスピードでって、どんな熱量を発するかってさ、要はそこまで働かないのよ、普通の人って。この体で光の速度で飛んだら一瞬で消し飛ぶよ。もしくは燃え尽きるよ。だからっていうような、なんて言うんだろう、不可能。まあ、もちろん、それを可能とするのが科学なんだけど、無理でしょ。だから、俺はイマジネーションがないやつだと思ってんの。想像力がない。受けちゃう。洗脳されやすいやつだと思ってて。お前のスピードで、光の速度でって、ジェット機の先端につけてもバラバラになるぞ、お前の体って思うじゃん。それを光の速度でやったら粉々になるに決まってんだよ、どう考えても。まず背骨が折れるところから始まると思うんだけど。だから、何言ってんだ、こいつ、バカなのかな、みたいな。で、量子テレポーテーションは成功したって言っても、それが量子のすごい小さい物質で、それを全部再現できるか？ 俺らの体に量子が何個あると思ってんのって話なのよ。それ理論上できるっつっても バラバラにちょっと違うだけで、俺らゴワーって死ぬぞ。 手がこうなっちゃったり、こうくっついちゃったりしたらどうすんの、みたいな。だから、そういう、未来できるかもねっていう理論の話と、なんつうの、SF 好きというかさ、素人の人、文系の人たちが無理やりねじ曲げて解釈。俺はそれが SF だと思ってんのよ。それはバカにしてる言い方じゃなくて、想像力ないんじゃんっていうか、まあ、それを楽しむもんだから、あれなんだけど。ホラーであったよ、量子テレポーテーションのね、時にね、ハエが入っちゃう。だから、そういうことよ。そういうことよ。でだから、ね、量子再生、ウィーンって再生するところにカエルがピョコっつって、ウィーンっつって再生されちゃった。ここにカエルがついちゃった。どうすんのよ、生きたカエまルま。男になる。カエル男、だから、なんていうの、ピョン吉したっけ、なんだっけ。ねえ。ザ・フライっていうの。いや、そういうことよ、要は。だから、それは分かってるやつが皮肉でやってるわけでしょ。ギャグなわけじゃん。いや、だから永遠の肉体とか、要は永遠の肉体っていうか、再生したり機械とかでメンテナンスしてみたいな、擬態化みたいなことは可能だと思ってるから。あ、いやいや、エネルギーだよ。そうだよ、そうだよ。波動理論だよ。あ、でもね、コークね、波動の話すると、波動の話聞きてんだろ、コーク。 いや、俺は分かってるよ、コーク。波動の話が聞きたいんだろ。でも、それを話すと本当の宗教になっちゃうから、やめよ。俺はできるよ、その話。それは、俺は分かるやつが飲み屋でやればいいと思ってんの。波動の話でしょ。いや、俺は理解できるよ。そういうことだよ。バイブレーションなんだよ、この世界は。でも、ここで話してもオカルト扱いされるだけ。理解できない。それは、こうく分かる人とやるべき。そう、エネルギーなんだよって、波動理論なんだよ。一度は分子レベルに介在して復元します。テレポーテーションできる回数が限られてます。あんまりやると死にます。 だし、もう一つ、倫理的な問題があって、マジシャンのね、映画でもやってたんだけど、こっちの人格はどういうことになるのかっていう、SF の中で結構皮肉にされてんだけど、どこでもドアじゃん。要は簡単に言ったら、量子テレポーテーションとか。で、どこでもドアは、ドアを渡ろうとした人間は死ぬんだよ。で、復元するの。復元するけど、一瞬の間に記憶とかがなくなるから、その倫理の問題が出てくるんだよ。自分を一回殺して、 こっち側で復元するけど、こっち側の人間は復元されてるから痛みとかないの。でも、こっち側の人間は死ぬんだよ。
ていうのがそのテレポーテーションなんだよ。うん、そう。やじゃね、超怖くない？向こう側で、要は復元されるときどうなるのって話よ。簡単に言ったら。のんちゃんが言ったハエの話とかカエルの話っていうのは。でもまあ、テレポーテーションっていうか、俺はだから未来に行くタイムマシンはすでに持ってるんだよって説明をよくしてんだけど、時間っていうのは運動のことを指してるのに、記憶だと思ってんの。記憶と波動通じゃないわ。マキルいらっしゃい。あのね、要はね、俺は頭がいいから、要は物理学を理解できないんだけど、物理学者が言ってることは理解できるの。勘がいいから俺は。PQ 高いから。要は、時間っていう概念、物理学者が言ってる時間っていう概念と記憶の概念は人間ごっちゃにしてるの。一般人は。要は、時間っていうのは地球の自転、公転とかさ、宇宙のなんだかんだっていうのを割って、ただ運動を指してる言葉だったの。で、人間っていうのはその、記憶を引き継いでいってるから、記憶に時間があるって思い込んでるだけなの。だからないの。そう、進めるけど戻れないの。そういうこと。そういうこと。進むことは無限にできるの。で、今現在やってるの。超遅いタイムマシンは自転車、飛行機、新幹線って。で、これを頭に入れられ、で、実は過去に行く装置はあるんだけれども、干渉はできないの。要はタイムシフトだよ。文字だよ。石板だよ。象形文字とか書いてるでしょ。あれ過去のものから引き継いでるものじゃん。あれ実はタイムマシンなの。ただ過去には干渉できないの。で、簡単に言う俺が。VR で匂いも食感も全部復元できる宇宙、地球で起こる全データを復元するハイパーコンピューター作ればいい。その世界には行けるよ。ただ映像を見るだけよ。それは過去に行ったとは言わないでしょ。だから、その記憶の概念と時間の概念っていうのをちゃんと勉強しないと騙されちゃうよ。うん。記憶って時系列に並んでないのよ。でも自我を担保してるものって記憶だから時間軸で並んでると思ってんの。時間の流れっていうのはそういう風にできてない。すごく難しい。そう。だって人間が本来歩けるスピードとかが時間の流れに沿って地球のスピードに沿って歩いてたわけじゃん。一時間で沖縄行けちゃうんだよ。今。うん。ああ、それね。じゃあ、それは、Windows に言って、メリーって言ったらこれが変換されたから、俺のせいじゃないよ。R が一個足りない。さっき言われた。ありがとう。メリークリスマス。マルス。うん。そう、俺のせいじゃないよ。これ英語なんかスペルなんかわかんないんだから。英語なくたって生きていけるし。英語が喋れるやつよりも俺楽しんでるしすごいだろ。俺より頭いいワロスが俺ね、ワロスより頭の悪いやつを見に来る時代なんだよ。わかる？ワロスより俺頭悪いんだぜ。でも俺より頭いいやつが俺のこと100人見に来るんだぜ。どう思う？ワロス。サイバー親父こんばんは。宇宙ステーションは高速で地球周回してるから飛行機は時間の流れが遅いって聞いた。あ、飛行士、あのね、それはね、本当だと思うの。あ、本当っていうか本当なんだよ。実際だから GPS とかってその相対性理論のさ、その時間の誤差とか計算してるから、早く進むほど時間が遅く流れるとか、あれは本当なんだよ。でもね、それを理解できるのはね、その宇宙の次元とかを理解できないと無理だから、うん、俺には無理だった。要は、その、時間軸と物体の移動っていうのがあるの。だからね、この世界はね、もっと複雑だと思うよ。俺らが考えてるより。あのね、ペロね、面白いのが、それね、そのコメントで思い出したんだけど、実際、3週間意識不明で昏睡状態になって、絶対死んだと思った人が知り合いにいんの。その人、今、普通に健常者と、まあ、障害残ってるんだけど、転換だけ残っちゃったんだけど、本当に、なんだっけ、ICU だっけ、CPU だっけ、事故ってぐっちゃぐちゃになって、ね、本当にもう死んだっていう状態までなって、で、3週間意識不明よ。普通だったら絶対生き返んないの。もう植物人間確定なのよ。で、その人今、会話ができるの。
その人が、もう、正直、その事故から退院した時に会った時、記憶がぐっちゃぐちゃで、もう何言ってるかわかんないの。もう、要は、もう、障害者になっちゃってるんだけど、今、健常者である程度。9割ぐらいはまともになるけど、1割ちょっと言語がずれたりする人なのね。だけど、面白いよ。まさに今、ペロが言ってることで、臨死体験したんだけど、全部見たって言ってた。全部見て生まれ変わりもあるし、いろんな世界をずーっと永遠と旅してたって。すごいらしいよ、臨死体験は。時間の概念なんかないよって。全部見てきたよ。地球の誕生から終わりから生まれ変わりから前世から過去から全部見たって言ってた。すげえ面白かった、臨場感が。で、実際、だからなんつうんだろう、その人は 見えちゃったらしいよ、いろんなものが。なんで俺がここに生まれたのか全部教えてくれたんだって。アインシュタインはね、なんでベロを出したんだろうね。だから俺はね、宇宙の1分がって言い方、ナッケンさんおかしいと思ってて、それは宇宙の果てから観測した時間の話じゃん。それは光のスピードの計算の話だと思ってるから、俺はそういう文系の説明がおかしいと思ってるの。宇宙の1分が地球の1年っていうとさ、意味がわからないでしょ。俺はね、これはね、言語の限界だと思ってるの。宇宙の果てから地球を観測する時の話なんだよ、それって。でしょ？だから時間自体を理解できてない。そういう意味合いで言う人は、ナッケンさん。多分物理学者が言うのはそういう意味合いなの。それを文系の人間がそうなんだっつって間違って語弊が広まるような言い方をしてるんだよ。いや、観測が影響を与えるとか多分分かんないんだよ。見て世界が作られるっていうのも理解できないんだと思う。いや、脳の構造と宇宙の構造は別の話なの。考えても分かんねえって舌出した。ああ、素敵だね。素敵だね。でも相当変人だったんだよね。アインシュタインって知ってる？講演会あるじゃん、物理学の。がもう嫌になっちゃって、タクシーの運転手で自分に似てる人見つけて、明日からこれやってって給料出すからっつって、タクシーの運転手に1年間やらせてたんだよ。で、気づかなかったの。で、タクシーの、そろそろ俺講演会戻るわっつって、タクシーの運転手がアインシュタインだとみんな思って話聞いてんのよ。で、実はこの話を一人だけ理解してる会場にいる人がいますって言って、どうぞアインシュタインさんですって。そういう人だよ。そういう人だよ、アインシュタインって。要はバカは騙されるってことでしょ。ガチボーイって映画の麹機能障害って本当にあるんだね。ああ、そういう映画があるんだ。すごいよ。もう本当に絶対死んだと思ったし、もう戻らないと思ったもん。要はもうあうあうの状態になって、会話できるの。ああ、どうもお久しぶりです、みたいな。ああ、何々くん書類取って、みたいな。要は仕事しちゃってるの、その状態で。ああ、取りますね、みたいな。ところで何の件どうなった？つって。仕事もパートナーの人だったから、うまくいってますよ、みたいな。ああ、もうダメなんだ、みたいな。もう家族、奥さんとかも若くてさ、当時、奥さんだった人とか。子供も生まれたばっかりだったのに。でも、その一年後、普通に、まあまあ、話すとさ、やっぱり障害残ってるなってわかるんだけど、9割は健常者。でも、時々やっぱ話が飛んじゃうのよ。脳ってすごいと思ったよ。回復するんだっていうか。転換持ってるから大変なんだけど。でも、未だに現役で働いてるよ。社長業やってるよ、その人。やばくない？俺はその時人間の凄さを知ったよね。働いてるからね。観測が影響を与えることが、事実だとすると、事象が、高速を超える。いや、そもそも観測っていうものが何なのかなんだよ。要は見るとか捉えるっていう、その脳の中でのインプットの話と物理が実際に動いてるっていうところの、それが一緒になっちゃってるっていうこと、俺が言ってるのは。要は仏教をやってて、その
物理とかも面白いなってかじってるから理解できる世界なんだけど、仏教ではその核、色覚とか美覚とか、あの核って考えるんだけど、あの受信装置、心に捉える現実世界を映すもので、しかもその核が間違えたりとか壊れたりすると世界が壊れてるように見える、要は統合失調症のことを言ってるんだけど、要は俺らの心が捉えてる世界だから、同じ世界に生きていても同じように見えてないっていうことをずっと仏教は言ってんのよ。で、観測が影響を与えるっていうのさ、俺らの頭の中で起こってることと実際に起こってることっていうのは別な世界なわけじゃん。あー、俺もそろそろ寝るよ。もう30分にしようね。ちょっと、俺も喋り続けちゃうから。うん。ちょっと、のんちゃん氷最後にお願いしていい？うん。医学的に潜望症は脳が一つ一つシャットダウンする。脳のスリープモードらしい。はあ。あ、ハートありがとう、銀ジョールさん。あのね、普通の人は、普通の人は、物があるから見えると思ってるの。で、仏教の世界ではそう考えないの。で、物理の世界でもそれが、だんだん、要はね、脳科学の話なんだよ。三毛猫さんいらっしゃい。リスペクトはいらないかな。でも嬉しいです。うん、フラットになんか、話し合いましょう。楽しみましょう。リスペクトありがとう。俺のじいちゃん死ぬ間際に戦争中の話をしだして、植木鉢を誰かしらに借りたとか返しといてって言われてさ。はあ。いや、要はね、死ぬっていうことはね、だから多分いろんなものを体感するんだと思うんだよ。要はそれが臨死体験だと思うんだけど、もうちょっと飲もうかな。要は、物があるから見るっていうのと、見たからあるっていうのってイコールなの。これね、分かる人は分かるけど、分かんない人は分かんないんだよ。要は、その、俺らは思い込みとか、その、心の世界、要はデータでしょ？ただの静電気の電気信号を捉えてるだけだから、バグが起こりやすい。うん。結婚はしないかな。うん。いつも日曜の夜に思うけど、時間を止めることは可能なんだろうか。無理だろうね。うん。要はこの宇宙の崩壊だよ、時間が止まるっていうのは。うん、もしくはナッケンさんが死ぬ時だよ、時間が止まる時は。ナッケンさんにとっては。でも世界の時間は動き続けるよ。ナッケンさんの時間を止めることは死だけだよ。だから救いだって言ってんの。だからその中で起こってる世界と外で起こってる世界っていうのをもうちょっと融合してもいいんじゃないかと思ってる俺は。スペルミスっていうか、メリークリスマスって検索してバンって打って、英語俺バカだから、中卒だからわかんないから、パッて打って、多分 M って書いてあるからこれだろうと思ってパッてメリークリスマスってやったらこれが変換されたから、うん、時間が止まってることを認識できなそう。あのね、全員やるとわかるよ。マキル、全員やると時間っていうのがないっていうのが体感でわかるようになる。時間っていうのが思い込みだとか、脳のシャットダウンっていうのができるようになるから、いや、統合失調症の世界を作れるようになるの、自分で。だから、もし興味があるんだったら、座禅、教えてもらったらいいよ。あ、ワドが言ってたのこれだっていうの分かるから。で、観測が影響を与えるに決まってるんだよ、簡単に言ったら。いや、あのね、仏教、俺すげえバカにしてたんだけど、めっちゃくちゃすごいよ。要は西洋の科学の発展で分かんなかった量子論とかあるじゃん、量子力学とか。仏教言ってるの。そのもちろん精度は低いよ。ただブッダが頭の中で考えたりとか、僧侶とかが座禅で組んで考えてたことと、西洋的なアプローチでずーっと証拠だけ集めてやってくるわけじゃん、答え合わせだけやってきたことの統合が今始まってるのよ。すっごく面白いよ、うん。そうそう、いつか終わりが来るから頑張れるし、そう、彼女ができないから彼女ができた時嬉しいんだよ、うん。仏教面白いよ。あのね、仏教はおすすめしない。あのね、ブッダっていう哲学者が言ったことは何を言ってんのかとかを勉強するといい、うん。だから仏教の歴史とか解説本とかあんなのいらない。そうじゃなくて、ブッダが言った言葉、ダンマパダスッタニパータっていう言葉があるから、すごいこと言ってるから、
哲学者ブッダだと思ってブッダに会いに行った方がいい、うん、そうすると面白い。もう仏教の仏像がなんだとか、その般若がなんだとか、位がどうとかっていうのはあんまり勉強しなくていいよ。そう、あのね、俺がおすすめするのは、スマナサーラ長老の、言葉があるんだけど、スマナサーラ長老の講話っていうのがあるの。それは上座部仏教なんだけど、超正しいこと言ってるから、それ30分ぐらいあるから、スマナサーラ長老の、説法とかで検索したら出てくる。スマナサーラ長老、YouTube で。30分間言ってるから、仏教。仏教を現代語でやるの。外人なのに日本語で。要は、仏教用語を一切使わないで、自然法則ですよとか、現代人がわかる言葉で全部やってくれるの。で、こういう人はこうですよね、こういう人はこうですよねって。で、ブッダが言ったことはこうですよっていう現代語でやってくれるのね。それはおすすめだよ。スマナサーラ長老。架空の存在だって言い切れることはできないね。実在したか架空なのかっていうのは問題じゃないから、それキリストにも言えることだし、織田信長、要は過去の証明っていうのはできないでしょ、うん、俺はいたと思って仮定で話してるけど、そんなその上げ足ばっかり取ってても意味ない。本当に豊臣秀吉っていたのって証明できないよ文献が残ってるので、まあいただろうねって言うしかないんだから、それの精度の問題でしょ、うん、その頃データベースなかったわけだから。そういういいこと言うね、モツさん。俺はね、その通りの。俺はね、だから、キリスト教ダメ、仏教ダメって言ってんの。イスラム教もダメ、どの宗教もダメって言ってんの。ただ、ブッダ、キリストはとんでもなくリスペクトしてる。俺はね、これを山に例えてんの、登山に。ブッダは古代インドって言ってさ、ね、そう、真理を求めた。自分の道で。っていうルートがあったでしょ。自分のバックボーンとかゴーカルマっていうのを背負って。で、キリストは当時ユダヤ教が支配していて、この時代でこうで、こういう時代に生まれてから、でも人を救いたいって、人を極めようとして登っていくでしょ。てっぺんに立つ人間、同じこと言うんだよ。俺ね、正直宗教っていう枠組みで入らないで、ブッダの言葉、キリスト教の言葉をフラットに聞くと、全く同じこと言ってると思う。ただなんだけど、キリストは自分が神だって思い込んでた節が俺はあると思ってんの。うん。だから、その、でもそういうことなんだよ。要は証拠、証明できない人に対して、そんなの架空の人物だろっていうのは、それは議論にならないよ。そんなこと言ったら豊臣秀吉だって見たことないでしょって。俺なんか安倍総理なんかいねえと思ってんだから、会ったことねえんだから俺。うん。サンタはいるんだろうか。サンタいるよ。さっき6回も来てくれたよ。サンタはいるよね。さっき見たよね。みんなでね。サンタクロース6回も来てくれたんだよ。ワドメリークリスマスって。知らないの？さっきの枠見てないからだよ、ナッケンさん。サンタさん6回も来たよ。うん。うん。ねえ、6回来たよね。うん。サンタさんいるんだねっつって、みんなで綺麗だっつって、うん、お月様バクにサンタさん来ないかな、このタイミングでサンタさん来てくんねえかな、サンタさん会いたいね、さっきのね枠私見逃しちゃったわっつって、私もサンタさんに会いたいって、140人いるんだからサンタさん来てくれるよ多分、うん、何の話だっけ。あ、俺もね、いろんな宗教の神っていうか、まあ、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教に関して言ったら同じ神だからね。うん。ただ、神道で言ってる神と、仏教が言ってる神は別。うん。別。どう考えても概念が違いすぎる。うん。ただ、宇宙人でしょ、あれ。うん。宇宙人と交信した人だと思うよ。いや、インプラントされた人だよ。うん。電波系だよ、電波系。俺、ブッダ電波系だと思ってるもん。キリストも結構電波系だと思うよ。うん、サンタさん忙しいみたいだわ。サンタさん多分別のところ行ってるわ。
さっき6回も通ったから、多分日本に配ってたんだろうね。サンタさんもう来ないかもしんない。ちょっと来すぎたわって。新宿人が多いからちょっと6回すれ違っただけらしい。うん。アミニズムの神は霊的。ああ、だからアミニズムの神、その神は何なのかっていうと、要はね、俺はそのアミニズム的な神じゃなくなった時は日本に1回だけあったのが国家神道だよ。うん、靖国で会おうって、輪廻の世界とかさ、バンバンに取り入れていったでしょ。だから天皇は神だって、荒人神だっつって。で、要は死ぬの嫌じゃん。でも戦争しないといけないじゃん。だから戦争をして死ぬのが確定してる人に対する、その、学問というか安らぎというか、靖国で会おうっつって特攻してたわけじゃん。天皇陛下荒人神だってやってたんだから。うん、だからそういうその戦争が盛んであればあるほど宗教は厳格化されていくっていうのが俺の考え方。要はどんぐりうめえ、はまぐりうめえっつって何万年も日本はやってきたわけよ。宗教がいらなかったって考える。いやー、太陽様ありがとうございますっつって、どんぐり拾いますっつって、森の神様っつってた方が合理的でしょ。それくらい日本は豊かだと思うの。あ、海の神様、ハマグリありがとうございますっつって、あ、すげえなっつって、これ何の神様だろうなっつってた方が幸せだったんだよ。それくらい豊かだったって考えてる俺は。うん。宗教はまさに麻薬だね。だから俺は宗教はダメだと思ってる。うん。あ、そうそう。同じ。そうそう。それ緊張さん合ってる。うん。いや、神道で有名な神様っていうか知ってますよ、もちろん。うん、なあ、アマテラス大神は卑弥呼説があるよね。あと要は上と下の概念なんだよ、あの要は。ほうほうほう、うん、いや、もっとあの世ってね、人間が考えてもないようなところだと思うよ。もっとなんかもっとボワーっとしたもんだと思うよ。うん、癖強いよね、ほんとね。うん、うん、癖が強いよ、ほんとに。癖が強いっていうか、いいやつだよね、ただの。うん、そこにガンジーとかも入れてみたいよね。でも、あれ知ってる？なんだっけ、ヒトラーってキリストの生まれ変わり説があるぐらいさ、信仰されてたんだよ、当時。ナチスドイツって。だから、まだ、その、ネオナチとかいるところに行くと、ヒトラーはキリストの生まれ変わりっていう、もうそれは殺されるわっていうかさ、徹底的に弾圧されるわっていう、西洋文化からしたら。あるんだよ、そういう考え方とか思想が。それが事実かどうかはやめてね。俺が言ってることじゃないから。俺の思想じゃない。その通りだと思う、サイバーウェイさん。うん。ブッダも同じこと言ってる。涅槃に入るって。でも本当の悟りっていうのは死んだ時だって。そこはだから仏教の素晴らしいところだよね。だから日本人仏教理解してねえよな。生まれ変わりたくないっていう修行をしなさいっていうのがブッダの教えなのに、生まれ変わったらまたうちら出会おうねって女の子言ってんだもん、彼氏と今日、クリスマスに。生まれ変わっても一緒だよって、バカ野郎って、仏教徒だろっつって。お前、仏教徒はお前ブッダなんつった、生まれ変わりたくないから修行しようねっつって一生懸命やってんのに、何がお前クリスマスにお前うちら生まれ変わっても前世では一緒だったんだよ、バカ野郎っつって。お前何にも理解してねえなっつって。仏教舐めんなよっていうね。本当に思わない、うん、日本の教えと仏教ってそういう教えなのよ。生まれ変わりたくねえだろって。もう人間嫌だろっつって。なっつって、無になろうなっつってんのにさ、何にも伝わってないっていう。悲しいなぁ。いや、新興宗教じゃないよ。まあ、新興宗教というか、ユダヤ教をアレンジして、教えちゃいけない人たちに、勝手に解きまくった人だね。そう。勝手にやりまくった人。うん、ムハンマドは、自分は神が、なんだ？なんとかしただからどんな分でも用意してもらえるみたいなこと言ったから人間らしいと思った。もともとでもさ、文字が書けなかったり、下の、文字を授かった人なんでしょ？うん。本世で課題をクリアするために何度も生まれ変わるらしいからね。そう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 、そう、輪廻は。だから要は奴隷を支配する、要はピラミッド型の奴隷側に解いてた、
そトップ、一番上にいるトップが、ピラミッドのトップにいる人が、奴隷たちとか、アウト・オブ・カーストって言って、カースト外に外れた人たちを、お前ら悪いのは前世のせいだよっつってるさ、国のピラミッドシステム、インドとかを維持するためのシステムなんだよ。だからそこで生まれたカウンター仏教、カウンターでしょ？いや、そのシステムおかしいよって言った人がブッダだから。ああ、何？手塚治虫のブッダ？手塚治虫のブッダは大乗だよ。要は、日本が教わってる仏教ね。俺が言ってる仏教とは違う。ちょっとね、そこはね、だから、多分ね、俺の仏教の話が面白いって思うのが、俺がもともと仏教とか宗教に対する否定的な思いから入ってて、仏教に入ってるから、みんなと同じポジションから入ってるからなんだと思うの。だから、その仏教の良さ、仏教の悪さ、キリスト教の良さ、キリスト教の悪いところっていうのが見えるんだと思う。あ、俺は、だから自分で宗教やってるって昔は言ってたの。今そういう言い回しはしなくなったんだけど、宗教じゃ人救えなくなるから、俺が今話してることって宗教なんだよ、実は。例えば俺の価値観で言ったら、人間には生まれた意味はないんだよって教えてんの。だから、インドに探しに行こうが、地球の裏側に探しに行こうが、宇宙の果てまで探しに行っても自分はないよとか。生まれてきて意味ない。君は生まれた瞬間に完成形だよって言ってんの、俺らは。だからあとは余生だから楽しもうね、楽しいことやろうねって。もしくは、生きる意味がもし必要だったら、生きるものを自分で見つけたり作った方がいいよって、誰も与えてくれないよとか、これ宗教だよ。だから俺のことを先生っていう人もたまにいるのよ、リスナー算数の中で。まあ勝手にしなさいって言ってる。俺のことを乞食って呼ぶ人もいれば、別に先生と呼ぼうが、教祖って呼ぼうが、俺は関係ないからっつって。ただ、他人が救ってくれることなんてありえないのよ。努力したら他人が救ってくれることはある。ただ、神様は何もしないやつを助けたりはしないよとか。ヒンズーとごっちゃになってる人は確かに多いね。スケさんいらっしゃい。っていうかよ、クリスマスイブによ、なんだ今日大手どもよ。おい、今、ふわっちでちゃんとやってるやつらリスペクトしろよ。今日やってねえやつは配信者じゃねえよ、ほんとに。この野郎。今、ふわっちやってないやつ全員裏切り者だからな。今やってる配信者、つばにゃん、橋本くん、フリフリ、三枚目ひかる、ゆかち、わど、ももくん、くっつん、あいら、りなねこ。これが本物だからな。しょうもないわ。しょうもないわ。何ですか？パコってるんですか？しょうもない。なあ！俺らはね、クリスマスだろうが和道だぜっつってね。お前、クリスマスでキリスト生まれた日にお前、こんな話してんの、うちらぐらいだぜ？ サンタさん来ないかな？ サンタさん 佐野がいない、もうほんとしょうもねえな、ほんと。そうそう、そういうこと。要はトップ、要はね、ユダヤ教が厳格になってたのよ、あの頃。もう支配階級のトップになってたの。で、もう要はバラモン教と一緒よ。ブッダが生まれた時と全く同じ理屈なんだよ。庶民救済だよ。ことかやってないなっつって。 これどうしようもねえな、ほんと。この後、のんちゃんとパコります。パコりますけど、何か。問題あんのかよ。いいじゃんね、パコったってね。のんちゃん。パコったっていいじゃんね。ただ配信は回そうよ。よっさん、真相な顔してさっきまでやってた。偉いね。よっさん、さすがだわ。鏡だわ。サンタさんが来たらもう30分延長しようか。あと9分で終わりにするわ。さっきサンタさん6回来たからもう来ないから。俺にもクリスマスがあるんだよ。サンタさん来たらもう30分やるわ。いや、すごいでしょ？こんだけ飲んでもこんだけ喋れる配信者いる？すごくない？喋りで食ってるだけあるでしょ？頼む。サンタさんか花火くれ。さすがにさ、90分喋ってさ、パフェ1個じゃおまんま食ってけねえからさ、今日は休憩するよ、このままだと。頼むぜ、みんな。
ちょっと細かくてもいいからさ、ちょっと延長台ぐらい稼がせてよ。さっき投げた人はいいよ。うん。え？わお、モチー、メリークリスマス。ありがとう。ありがとう、花火。ありがとうございます。酒強いでしょ？嘘じゃなかったでしょ？不可視じゃなかったでしょ？これ何杯目？ロックで6杯目かな？それでもこんくらい入れてるからね。これ多分ダブルだよ。シングルじゃないからね。あ、ごめん、氷が溶けただけだった。うん、え、クロスケ死んじゃったの？クロスケ何があったの？俺全然他の配信見ないからわかんないわ。死んじゃったの？クロスケ。もしさん、ありがとね。あ、チャムありがとう。ちょっとやろうか。うん、手放す？何手放すって。どういうこと？まあちょっとよくわかんねえな。なんでクロスケ手放すって。うん、まあまあ、見てない。俺がな、リスナーに聞いても見てない方が悪いんだ。ああ、そうなんだ。入院すんの？ああ。そっかそっか。しばらくお別れって意味か。うん。クロスケかわいいね。あれも虐待だ、虐待だってすげえ叩かれてたんだよ、ニコ生の頃。キンショールさん、あざーす、メリークリスマス。もう30分やろうか。あざまーす、ありがとう。もう30分やろうね。ありがとうございます。あれ残りの、あ、消えた消えた。もう30分行きましょう。どんな話しようか。ふわっち来たての時も言われてた。あ、そうだったんだ。あ、まあまあ、あそこはもともとニコ生のひまわり引き継いで引っ越してきただけだから。むしろ、よっさんが来てからふわっち荒れたんだよ。俺は正直よっさん来て嬉しかったけど、よっさんが引き連れてきたリスナーは正直良くねえなと思ったよ。今だいぶ落ち着いてふわっちのリスナーさんね、もうすごい良かったんだよ、よっさんが来るまで。ふわっちはほんと平和でさ、楽しくてさ、すごい良かったんだけど、ニコ生リスナーが来てからもうよっさん来たタイミングからもうしっちゃかめっちゃかだよ。特に俺はニコ生の畑だからさ、なんだおめえもいんのかっつってさ、もうお前らと別れたくて俺こっち来たのに、なんでお前ら来んだよっていう。ねえ、すごい良かったよね、みかんさんね。うん、だから、よっさん来たのは大歓迎で、リスナー増えたのも嬉しいけど、ちょっとニコ生のリスナーは、マナー悪いよ。うん。いい人もいるからね。うん、おい、エンビー、メリークリスマス。キンショールさん、ありがとうね。チャムありがとう。よっさん死にそうな顔しながら花火以外投げるなとガンガンブロックしてた。意味がわかんねえな。なに、よっさんまた病気なの？うん、まあまあ、あの生き方してたら長くはねえよな。毎日酒飲んでんだが。金梅さんとよっさんはほんと早死にすると思うよ。三万金梅さん、よっさん、この三人はダメ。あと、荒野。うん。荒野も。この四人は早死にする。まあ本人わかってやってると思うけど。あの、正直俺は見てて長くないと思う。うん、24と25のクリスマスの違いを教えてください。25日がクリスマスで、前夜祭でしょ？ただの、イブだから。クリスマスで違うの？前夜祭だよ。ただそれだけだよ。クリスマスになってる。クリスマスになってるよ。うん。いやいやいや、本当になんかあの酒の飲み方と飲み食いは気をつけないとやばいよ。だからドレさんが珍しいんだよ。あんなに鍛えてさ、54歳なのにさ、あんなにから、あれもまああれで病気で早死にすると思うけど、心臓に負担かけすぎだから。うん。うん。24は、だから、俺前夜祭の意味がわかんなくて。はっきりしろよっていうさ、うん、ちょっとよくわかんねえよな。な、な、教会にお祈りに行かなきゃっていうか、その前夜祭ってなんだよっていう。
高野菜はないんだよね。26日もなんかある、あっていいっていうかさ、今日が本番でしょ。あ、そっかそっか。そうだね。宗教的な考えだと、日が変わるのが12時じゃないもんね。日没で変わってたんだもんね。え、前夜祭じゃないの？あ、そっかそっか、そういうことか。はい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 。はあ、そうだ。一日の、もちさんが正しいわ。要は、日が上がったら一日が始まって、日が沈んだら一日が終わるっていう、その一日の時間の概念が近かったのか。はあ、ははあ、なるほど。はあ、ははあ、アメリカではイスラム系が増えてきたことに配慮して、メリークリスマスと言わずに、ハッピーホリデーっていうように変わってる。バカすぎるな、本当にな。それよりもなんか何だっけ、2月にさ、ブッダが生まれた日あんの知ってる？え、いつだっけ、バレンタインの日だっけ、仏教の誕生日って、ブッダの。俺、あれ盛大にやろうかなと思ってんだよね、一人で新宿で。なんて言う？ブッダが生まれた日、なんて言うんだっけ、あれ。あれ、なんでこ仏教入ってる国でやんねえだって。あ、なんか甘茶とか飲むよね。え？甘茶。そうそう、甘茶を飲んだりとか、あるんだよ。あれを日本人がやってないっていうのは俺ちょっと問題。4月の8か。4月8ちょっと盛大にやらない？盛大に。いや、クリスマスを否定じゃないの。ただ、そう、俺ブッダも好きだから、もちろんハッピー、トナカイありがとう、ユーアさん。いや、ブッダ降臨祭なんでやらないのって話なんだよ、俺からすると。だから、そう、ファッショナブルな感じで、もっとなんか。高校の時やってたよ。やってた？そう、仏教のあれだもんね。なんかやろうよちょっと何の格好してやればいいんだろうね。袈裟とか着て袈裟着て。あ、でも仏教ネクラだからな、騒ぐと怒られるんだよ、欲だっつって欲だって怒るんだよブッダ。そう、冠婚葬祭関わるんじゃないとかさ、お花祭り、お花祭りとかそう、難しいんだよな。ちょっと変人だからな、ブッダはな。ハッピーブッダって。まこつ、高単会賛成。いや、でも、なんかちょっと、なんかその、ねえ、アマチュアを飲むぐらいが、ギリギリセーブのラインだな。それちょっと仏教ストイックすぎるよな。まあ、アマチュア飲もうね、でもね。あの、その、ハッピー、なんか渋谷とかでやったら多分逮捕されるから、一人でやったら。あ、だし、ブッダに怒られるから、アマチャみんなで飲もう。怪しい期待を配ってる。そうそうそう。アマチャ会開こうね、みんなで。キリストこんだけやってんだから、ちょっとやろうよ。別に、仏教をリスペクトね、とかじゃなくて、宗教入ろうとかじゃなくて、こんだけケーキも食ってさ、ブッダかわいそすぎるだろ、ちょっと。ないがしろにされすぎだろ、ちょっと。2月11は日本国の誕生日なのにイエスの誕生日で盛り上がる国民。いや、そうだよ、ほんとに。天皇誕生日をもっとさ、いや、だからよくわかんねえよな、バレンタインだとかなんだとか。そう天皇誕生日。あ、でもね、俺ね、天皇陛下のあのツイッターでバカな女子高生が天皇なんか誕生日おめうち会ったことないけど天皇陛下超可愛いとかいうツイートのシリーズがあるの、あれ見るたびにね、もうほんとね、お前らこの国どうしようも、知ってる？天皇陛下のなんかメリクリとかさ、なんか天皇うち絡みあんまないけどめっちゃ可愛いとかさ、もうすげえバカな女子高生がスノーとかで天皇陛下の顔になんかパンダとかつけてお前ほんとこれさ、明治時代とかだったら殺されてるぞお前みたいな。いや、あれはちょっとね、なんつうんだろう、でもそいつの方がまだマシだよ。でも陛下に対して何もやらないっていうよりも、そのバカな女子高生の方が日本人として正しいことやってるって、そのお天気だよね、本当に。でも来年変わるの？あ、そうだ、いつ変わるんだ年号。はい、もっこりメリクリー。
信者はミサイ静かに祈って帰るんだけど、賑やかだよね、街は。ああ、そうなんだ。信者の人はそうだよね。いきなり1日にじゃじゃーんとかないよね。え？いきなり1日にさ、今年から変わりますみね、ないよ、そのバカじゃないんだから。カレンダーとかいろんな問題あるぞ。何バカなこと言ってんの、のんちゃん。47年間生きてきたんだから、それくらいわかるでしょ。2000、違う、何年だったっけ？ 2020 年に変えると問題があるからっつって、来年変えるんじゃなかったっけ？来年単位だっけ？ 4 月30日。再来年か。そう、まだ調整中だよね。のんちゃんはね、ちょっと抜けてるところがあるから。ネット脳だから。ネット脳。面白いじゃんじゃねえんだよ。働いてねえから分かんねえだけなんだよ。俺らぐらいだぞ、ほんと。朝起きて今日何曜日っつってあわちゃわちゃして一日始まる。何曜日か分かんなくていい暮らしをしてるんだぞ、俺ら。でもさ、俺さ、思うんだけど、これ本当に思うんだけど、日曜日ってあれ太陽のことなのね、日って。で、月曜日は月でしょ？火曜日は火星でしょ？水、木、金ってさ、あれなんであの順番なの？そのさ、違うよね。太陽と月と地球と水星、火星、木星とかの順番、金星。なんであの順番になったんだろう。これね、ちょっと調べてみようかな。惑星の順番違くない？あれ多分惑星から来てるよね。金曜日とか土曜日とか月曜日とかって。水金地火木土天海冥とか違うでしょ？なんでこの順番なんだろうって。で、日っていうのは多分太陽のことじゃん。これ不思議じゃない？陰陽道とか関係あんのかな。何なんだろう。あ、平成生まれなんだ。俺昭和だな。昭和60年だね。でもなんか不思議だよね。なんかこういうね、なんか変な疑問が湧いてくんだよね。惑星権剥奪された冥王星。あれなんだっけ？あれ何になったんだっけ？恒星になったんだっけ？ かわいそうだよね。急になんか、型落ちしたんだよね。じゃあね、キンチョールさん、のんちゃんとはもう一生ネタにするぐらいの、俺は1年間、のんちゃん35歳だって言われてたんだから。3個上だって嘘つかれてたんだよ。そう、カラオケに行ったらさ、なんか、たどたどしく持田香織とか歌ってたけどさ、持田香織じゃねえや、グローブとか歌ってたけどさ、年齢バレたから歌うのが松田聖子とか全然違う歌を歌い始めたんだから。わ かる？そう。俺は一生ネタにしていい権利を手に入れたんだよ。なんだっつって、なんか、ちょっと歌、あれは大丈夫かってなってたけど。蓋開けたら松田聖子とかね、何が好き？松田聖子とか。キョンキョンとかだよ。全然違う。知らない歌ばっかりなんだから。そうだよ。12個サバ読んでたの。干支一周したんだよ。なんで12個もサバ読んだの？っつったら、干支とかで、なんか バレないと思ったからっていう。もうバカすぎるでしょ。12年周期だったらよく年齢バラれるとき、バレるとき、干支でバレるって言うから、のんちゃん12年ごまかしたらいけると思ったのっつって、その発想が天才すぎるわっつって。そう。 面白いだろ。なんだよ。延長。OK か、OK か。そう、のんちゃん4回目でしょ。のんちゃん4週目でしょ。俺さ、まだ3週目入ってないんだよ。のんちゃん4週目入って、チェッカーズとか世代？世代。中学校の時藤井フミヤのチェッカーズ聞いてたんだよ。そう。世代世代。いや、いい女性ですよ。キャンディーキャンディーとか見てた世代だって。だから、俺、いろんなこと言うのよ。漫画何？のんちゃんの世代、ポケベル世代だとかさ、俺はドラゴンボールだけど、のんちゃんの時、あられちゃんでしょみたいな。のんちゃんは、漫画はあんまり読まない。そうだね、ポケベルとか、流行ったね、みたいな。よくよく考えると、なんか、変だったなっていうね。なんか、会話が成立しねえな、こいつ、みたいな。
俺らの時ポケベルじゃなくて通貨だよみたいな。I love you さよならって書いてある。え、何それ。 I love you だけど I love you I love you さよなら。何それ。リカーズの歌。おー、うん、うん、リボンの騎士とか、うん、手塚治虫の漫画だっけ、リボンの騎士って。あ、リボンの騎士も知ってる。おー、初代ファミコン世代が俺の世代よ。俺32歳だから。あ、でものんちゃんもバリバリやってた。うん、あ、のんちゃんゲームファミコンからやってたの？うん。なんかおかしいなと思ってたけど、面白いよね。うん。俺よりも俺の母ちゃんの方が年齢が近い。おかいな、おかん。おかん今いくつだ？二十歳の時の子供だから。俺が52だよ、親。だから5個上でしょ、のんちゃんの、うんうん、ブロック崩しかってはい、こんばんは、リンゴさん。古代ギリシャ語では1日を24時間に区分して各支配する惑星を平均運動の遅い順に当ててた。はぁ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 、よくわかんないですねありがとう、もちさん調べてくれたんだ。じゃあその月曜日火曜日っていうのはギリシャの名残なんだ。はあ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 、日本人がつけたわけじゃないんだ。なんか日本人って結構こういうの几帳面だから、なんかこういうつけ方しなさそうとは思ってたけど、おー、じゃあ変えるべきじゃないまあいいか。時間の概念っていうか、俺らが思い込んでる時間っていうのは時間じゃないの。難しいんだよこれ。酒飲んでない時に質問して、バーコード。物理学者が言ってる運動の時間と俺らが朝起きてとか何時に集合って言ってる時間とは意味が違うの。物理学者が言う時間っていうのは運動を指すのね。物体の移動とか、まあ物体の移動のみだよを時間軸って言うんだけど、俺らが割り振りられて便利に使ってる時計とかはまた別の概念の。だからね、時間っていう言葉も変えた方がいいと思うんだよ。うん。そう。ああ、いや、全然悪くない、悪くないよ。そんな、ごめんね、変な言い方しちゃって。悪く捉えないで、悪い悪いって。今度振ってって、普通に酔っ払ってない時に。こう、徹底的に教えてあげる。そう、記憶の話、さっきの記憶の話で、それはね、あの生命と無生物の間とかね、あの福岡先生っていう人の本がすごく面白くて、人間の記憶とか生命とは何かっていう話がすごい面白く書かれてんのよ。あ、それ今度話すよ。いや、本って面白いよな。こんばんは。ここのカップルは幸せなクリスマスをね。のんちゃんは、だから、その、全然いい彼女だよ。だから、俺は唯一、放送のことと、女性リスナーさんに八つ当たりしない、パソコンに触らない、放送に口出さないっていう三原則を守ってくれれば、基本のんちゃんはありがたいんだよ。そう。のんちゃんと一緒にいて幸せ。だから、守ってるもんね、のんちゃんね。うん。いい子だもんね。いい子。そう。放送の邪魔しない。女の子のリスナーに八つ当たりしない。パソコンに勝手に触らない、これだけ、ま、要は放送っていうものを守ってくれたら、俺はもうのんちゃん素敵な彼女だから。うん、いや、本のソムリエっていうか、いや、いいの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 、女性リスナーに八つ当たりのんちゃんがだよ。うん、ね、そんな日常茶飯事だよ八つ当たりっていうか消えろとか言うんだよビルから飛び降りようとしてた時よりすごく落ち着いてきたね。いや、だってさ、お酒一滴も飲めないの。これ全部ラッパ飲みしてたんだよ、俺が働いてる間に。のんちゃんすごかったよ。ビルから飛び降りようとして生放送つけて。でしょ？あれ、付き合いたてだよね。あと、メスで頸動脈刺したことあるんだよ。のんちゃんがヘラってコメントで、ああ、今日絶対おかしいなと思ったら、リストカットなんか5、6回あるよ。もうやらなくなったよ、怒ってから。のんちゃんとお付き合いしてる時に約束したの。のんちゃんのメンタルの病気は受け入れると。大丈夫だと、俺は。俺はメンヘラ大丈夫だから、つって。
だってのんちゃん腕こっからここまで全部刀傷みたいになってんだよ。君たちが思ってるよりもドメンヘラだからね。こっからここまでもうケロイドだよ。あのベルセルクじゃないよ。ベルセルクのガッツなんて甘いよ。皮膚が全部そう、年齢差15歳差だね。ドメンヘラなんだから、頸動脈刺しちゃうんだから、ブスって。いや、もう本当に数ミリずれてたら死んでたよ。あれビルも飛び降りたら死んでたし、のんちゃんが俺付き合った1年っていうか最初の半年間ぐらいで3回死にかけてんだもんね。え、でも大丈夫だったでしょ。1年一緒に約束守ったでしょ。うん、うん、ね、痛いとかじゃないよもうそ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 う、信頼してくれてんの。そうだからいい子になったね、約束したんだもんね、うん、いい子になるってね、うん、いやもうその辺のメンヘラとはレベルが違うよ。うん、主催予定ないないない。俺らは子供いいの。うん、ないないない。うん。そう。のんちゃんと俺は幸せ。ありがとう、もち。風船ありがとうね、50個。うん。いや、昔の話よ。今じゃないよ。もう半年ぐらいそういう自傷行為もやめさせたし、いいよ、すごくいい子だよ。うん。まあ、たまにね、女の子に嫉妬しちゃったりするけど、うん、違うんだよ、つって、うん。リスナーさんが言ってる好きっていうのは恋愛的な好きじゃないんだよって。放送が好きって意味だよって。うん、のんちゃんは分かってるよ。てか腹減ってこない、のんちゃん。いいケーキ食べたのに。いや、俺酒飲んだからか。うん。うわ、雨だ。俺はね、結構、雨降った、うん、雪じゃなくて、うん、雨降っちゃった。あ、雨か。いいや。おー、いや、すごい狭いの、この部屋。とんでもなく狭いのよ。足の踏み場ないぐらい。でもね、俺はね、まあ、なんつうんだろう。俺は、平気よ、全然。うん。うん、大丈夫。で、今度それが大丈夫になったら、ミュウツーボッコボコに殴って腕骨折するしさ。常に怪我してんのもん。うん、そう、うん、そう。いや、正直ね、俺はね、人を恋す。別に、のんちゃん変な、怒らないでよ、クリスマスだから。酔っ払ってるからね。俺は別に、リスナーさんが恋愛感情を俺に持っても、のんちゃんはどんと構えててほしいの。だって、人を好きになるじゃん。別に旦那さんがいても好きになっちゃったもんは止められないじゃん。で、俺は、のんちゃんのこと裏切らないよって言ってんの。そう。別に好きなんだから、惚れさすときはいいじゃんって、お前彼女なんだから、どっと構えてろよって。オナニーさせればいいじゃないか。ワドニーしてたんでしょ、のんちゃんも。そうだよ。ワドでオナニーしてたんでしょ。じゃあワドニーができなくなったリスナーかわいそうでしょ。わかるでしょ、気持ちが、うん、だからワドニーはさせてあげて。うん、うん、うん、微笑ましくなった本当に、うん、いやいや、そうでしょ。オナニーを止める権利なんかないんだよ。オナニーして逮捕になった事案なんかないんだよ。そう。だから部屋の中で窓を見ながらオナニーする女子を許してあげて。窓に、通称窓に、窓でオナニー、窓にですよ。うん。そう、本妻の余裕感。そう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 。別にさ、浮気した時の記者会見で堂々と、そう、記者会見でコメントしろとかそういう話ではないじゃん。気丈な妻を、なんか、立派だみたいなことじゃないじゃん。うん。そう。まあ、大事よ、本妻の余裕感。うん。だって本人がそうだったんだから、付き合う前。うん。うん、でしょ？うん。年上に対してってさ、ペロさんさ、158人見てるんだよ。158人、
じゃあステージの上で立ちました、158人の全員の顔と年齢と分かります？俺ペロさんが何歳なのか知らないもん。俺ペロさんと会話する場所じゃないよ。俺みんなに向かって表現をしてるんだよ。ペロさんにとっては、ペロさんにとっては俺との会話かもしれないけど、俺はペロさんと会話してるんじゃなくてみんなと会話してるんだからね。うん。ああ、なに？のんちゃんに対してってこと？ペロさんに対してじゃなくて、俺はリスナーさんに対してちゃんとさん付けするし、命令系で物を言ったりしないよ。だから違うんだって。ああ、なに？年上に対してってのんちゃんのこと？ペロさん。あ、そろばんさんごめんごめん。酔っ払ってたから分かんなかった。ペロさんが言いたいことか。ごめんごめん。ペロさん、そのそろばんさんのコメントで分かったわ。そういうこと？ペロさん。うん。ああ、そうかそうか。ああ、ごめん。俺が、まあ、履き違えてたのね。うん。年上、それがね、不思議なんだよ。俺、のんちゃん人格者だなと思うのが、俺のことを1年付き合って、ずっと和道さんって呼んでるのよ。すごくない？うん。でも、俺は、のんちゃんって言い続けてんだから、俺とのんちゃんの問題だもん。口出さないでよ。うん。まあ、それは生意気かもしんないけど、のんちゃんがそれでいいと思って俺とお付き合いしてるんだからさ。そんな人の恋愛には口出さないでよ、ペロさん。俺はペロさんに対しては敬語使うし、命令系とか絶対使わないよ。うん、リスナーさんだから年下か年上かわかんないけど。うん、でも俺とのんちゃんの関係だからさ。うん。うん、そうそうそう。家族だから俺とのんちゃんは。うん。そう。いいのよ。のんちゃんは俺と一緒にいるのがいいんだから。うん。タバコ一本吸うか。いや、楽しいね。放送っていいね。放送って楽しいね。いろんな考え方でさ、いろんな人がいてさ、こうやってみんなでわちゃわちゃ話ができてさ、なんかこう、学生時代とかさ、こう、仲のいい人たちとさ、朝までコンビニで話したり部屋でだべったりするの思い出すよね。いい時代が来たね。なんかこう30になって青春ができると思ってなかったよっていうと、ドレさんが出てきて、バカ野郎、俺は54だぞって、俺の方が54になってっつって、聞いてない聞いてないっつって、俺も青春できるとは思わなかったっつって、ドレさんが割って入ってくんだよね、いつも。それが言いたいのは俺だろうっつって、お前なんかまだ分けんだからっつって、よく出てくんだよね、ドレさんが。ねえ、楽しいよね。もう、もうプップクプーは、プップクプーは、うん、今すごい楽しいんだって。でもさ、配信10年やってずっと一桁どころじゃない。閲覧なんか10人、よくて20人の世界でやってた人よ。まさか自分が500人のプレイヤーになるなんて思ってもなかったわけじゃん。もう本当に宝くじ当たった気分。うん。俺じゃなきゃ、いや、だから受け入れるよ。それは貴重なご意見だからさ。ペロさんの意見も貴重なご意見だから、それ聞くよ。聞かなかったら話できない人じゃないもん、ペロさん。そうそうそう。だから、ペロさんが言ってくれて、のんちゃんは救われたと思うよ。うん。そうそうそう。だから俺もフォローしたでしょ？のんちゃんは、和道さんって敬語使ってくれるんだよって。いいのよ。俺なんかろくでもねえんだから。分かって見てんだから、ここにいる人たちは。もう和道はろくでもねえっつって。そう、いいのいいの。ドレさんはゼロ人相手に話してたっていう、アフリカでは。あー、鏡だね。俺もニコ生時代そうだったよ。うん、そう北風吹かしながらやってきてリスナー殺せる。いや、まあドレさんは今楽しいだろうね。もう青春の真っ只中だろうね。うん、あれ、女いるだろう、今日。絶対なんかテカテカした状態で配信始めるよ。絶対断言できる。今日なんかちょっとツヤっぽいからね、ドレさんの放送。ちょっとなんか、オイリーな感じだから、絶対。黒光りしてると思うよ。黒光りして、放送。てか、放送やんなかったら俺は裏切り者だと思うけどね。今日ドレが放送夜中の3時からやらなかったら、もう本当に、もうプップクプーだよ、本当に。いや、楽しいでしょう。うん、だからしみじみ言われんのよ、たまに。お前よって、お前ちょっと前までゆいがもちゃんめんも
ランハゲも何も、そうだよおめえもだよみたいな、和道も含めて俺はリスナーだったんだぞと、こうやって話とかコラボとかできるわけになんなかった捨て頃からなんだっつって、その気持ちをちょっとは便所さんに向けてやれよっていうねなぜその気持ちがあるんなら便所さん、まあいいんだけど、それはもうあの敬遠の中だから、あれはあれで面白いと思ってるわ、俺は便所さんもドレさんも好きだから、うん、いいんだけど、うん、いやモテるでしょ、女いるでしょ、うん、いるよ、いるいる、ただ女のリスナーに頼る配信をやってたからツケが来たんだよ。あれ要は正直言うよ、正直言う、ドレさんと俺別にあの花火師さんで言ったらそんなにレベルないよ。俺とドレさんは前から言ってたでしょ、稼ぎ変わんないぐらいがちょうどいいの。そう、要はね女に色恋かけてたんだと思うよ。だからめくれて俺ね、その女でダメになると思う。だからドーピング使ってたんでしょ多分、うん、まあまあそういうのもある世界だから、だから今はいいんだよ、その食えるんだから、うん、そこそこ稼いでるでしょ、食えるぐらいは。まあドレさんの場合さ、家賃がちょっと高いとか、ジムを何個も通ってるからね、自分のメンテナンスとか維持費に金かかるけど、それでもまあ30万稼げたら御の字だよ、うん、そうそう、それでさ配信を好きな人なんだからさ、30、40稼げててさいいんだよ。なんで100万稼げてたのがおかしいんだから、配信で。冷静に考えたら配信で食える時代が来たんだよ、食わせてもらってるんだよ。ほんで100万稼ぎてとか言ったやつ出てこいよ、お前ぶっ飛ばしてやるよ本当に。俺らの時代なんかよ、5万円とか10万円稼ぐのにどれだけ大変だったか、今簡単に稼げんだよ。何が100万稼ぎてだよお前。便所さん昨日壺入って崖登るゲームしながらどれって叫んだ、崖落ちてた そういうところは面白いんだけど、どれさんからしたらもう嫌なんだよ欲求、それちょっと面白いじゃんな、そのそれはタイムシフトを見なきゃ、それは見よう、うん、それは面白いけど、どれさん、またどれさん怒るんだよ、てめえゲームのキャラクターにやーとか言ってコケにしやがってよっつってあれ本気で言ってるから、てめえ便所ってスパーリング上がれこの野郎っつって、ゲームで蹴りつけりゃいいんだよね、そのゲームでね、うん、あ面白いな、うん、ドレさん NG 解除したけど俺は、うん、解除しない方がいいと思った。あんまり質のいいリスナーではない、あの荒れ方は、うん、でドレさんの放送スタイル的に言ったらあんまり向いてない気がする。要はね、うなちゃんマン見習おうとしたはずなの多分。うなちゃんマンに次のステージ行くにはアンチさばき覚えないとっつって自分に試練与えたのと変わらなきゃっていうことなんだけど、ドレさんの持ち味がなくなってるし時代変わってるから、うん、怒鳴ってるとやっぱやだよ、うん、なんか楽しそうにドレさんがスケベな話してるぐらいがちょうどいいんだよあの人は。あのね、ちゃんまんとかゆいがさんとかあのスタイルは異常だから、本当にあのスタイルはクラシックスタイルでね、もうねあの二人にやらせておけばいいんだよ。だって若い人でさあんなに荒れてる放送向かないもん。ドレさんとか無理よ、向いてないもともと。うん、そうそう、時々ちょっとね出す可愛さを出してればいいよ、うん、そう、便所の話もうしないって言って毎日引退するって言いながらループだから、うん、キャラクターはユイがそっくりやねん、うん、アフィリエイトしただけで叩かれてたんだ。いやすげえな、永井先生はもうだからレジェンドがレジェンドって呼ぶぐらいだからな、ねえ元祖小好きだからね古事記っていう文化を作った人だからね、神だからね、うん、3万 NG 解除したの俺なんかもう何ヶ月 ?8 ヶ月ぐらい解除されてないから、ちゃんまんの放送8ヶ月見てないよ今。どうなってんの、まあまあわかるけど、大体想像つくけど、うん、だって3、5年間ちゃんまんの放送を見続けてきたけど何一つ変わってないからね、やってることね、うん、だからまあまあ同じことやってるんだろうけど、うん、もう俺はちゃんまん結構ないなと思ってるから、うん、もうなんかちゃんまん競争だったけど俺の中では、
もう、サンマに依存しなくていいやと思ってきてる。もうなんか冷めた。NG されて。大丈夫、動物で見れるから。ドブズが面白いから、ドブズ俺いいねボタン押しまくってるよ。ドブズに毎日ツイッターでいいねしてるよ。アンジュバどうする配信テクニックはね、結構高度な技なの。高度な技。そのチャンマンでも失敗して、バール事件が起こったりするから、あれはね、無理だよ。無理だし、あんまり得策ではないよ。チャンマンは落ちぶれたっていうか、もう伝統、あれだよ。歌舞伎とかさ、落語とかさ、伝統芸能でいいんじゃない？あそこはなんか古典、クラシックスタイルを見に行くっていうか、能とか、そういう世界でしょ。雅楽とか。俺はそういうもんだと思ってるね。今穏やかで全く同じ感じ。マイナンバーないやろ。あるよね、1時間。いや、俺ね、チャンマンのすごいところは、何でもない筑前煮に、ね、こんにゃく入れるとか入れないとかそういう話で、筑前煮で20分間笑いを取れる人は、俺あの人だけだと思うよ。おい、どこだよ。おい、拭ってんじゃねえよ。おい、どこの地方でよ、作ってんだよ。おい。俺はこの勢いを20分間キープできない。ふわっちで一番最初に起こった神回は俺筑前煮事件だと思ってるから。 あれはもうすごいよね。 病気でしょ。 もう最高に腹抱えて笑ったもん。でも、もうあれをできるのはチャンマンだけだし、もしくはできるのはユイガさんだから、無理だよ。 だから真似てもダメだと思ってる。俺多分スタイル戻すと思うよ、ドルさんは。俺もね、いろいろあるんだけど、俺はブロック解除しない派になった。要はね、ブロック解除しても伝わらないから。総合フォローさん、ありがとうございます。いいっすね。似てますか？ええ、1杯目、2杯目、3杯目っす。いいっすね。似てる？ B 級グルメの話で感想できちゃうんだからすごい。いや、すごいよ。なんか、そのトークのスキルで言ったら完成形だよ。うなちゃんまんは。完成形。だから、あそこのスタイルと戦ったら潰されるよ。ちゃんまんには勝てないよ。雑談では。雑談っていうか、ジャンルっていうかね、何でもない話をなんかすごそうに見せるっていうやり方をしたら、ちゃんまんの右に出る人はいないから。拾う率高いし、面白いコメントしか拾わない、あの人は。すっごいスキル高い。もう完成形ですよ。ということで、皆さんありがとうございました。もし面白かった人とかね、なんかちょっと関心湧いた人は、ぜひぜひフォローしてください。 Twitter、Facebook、YouTube などアカウントがあります。個人的なメッセージ、ステッカーが欲しいとか、明日ステッカー新作発売するんで、明日の放送ぜひ見てください。フォローよろしくお願いします。 LINE とかもフォローよろしくお願いします。たくさんアイテムありがとうございます。それじゃあ皆さん、おやすみなさい。メリークリスマスでした。花火ありがとう。お疲れ。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよ、もう。